フニは、エジプト第三王朝の最後のファラオで、カーバーの後継者である。フニは、エジプト第四王朝の創設者となった、スネフェルの日ヘテプヘレス一世の父である。プリスパピルスによると、スネフェルがフニの後を継いだとされるが、スネフェルがフニの息子であるかどうかは不明である。フニの名前は、ジェセルの法廷の高官の名前にも現れる。これらが同一人物だとすると、フニは、 かなりの高齢で大いについた可能性がある。鳥の王名表では24年間の知性であったとされている。フニはエレファンタ島に鳥を築きナイル川の豪雨に備えエジプトの南海岸を防御した。フニの首席大臣はカゲムに一世という名前の男性であった。フニはメイドゥームにジョセルのものより大きな階段ピラミッドを建設したと言われることがある。これは 彼の死までに完成せず、後継者のスネフェルの在位期間中に完成したと言われている。しかしこの説は、船に喫する巨大なモニュメントが欲しいという単純な願望から出たものである。メイドゥームのピラミッドが船の墓所であるという、いかなる根拠も存在しない。しかし、スネフェルの名前は、メイドゥームから見つかっており、スネフェルの子供の多く、特にネフェルマートやラッヘテプは、 メイドゥームのネクロポリスであるマスタバに葬られている。そのため、当地にピラミッドを建設したのはスネフェルである可能性が高く、知性の後期に階段ピラミッドを神聖ピラミッドに作り変えたと考えられる。ピラミッドはその後崩壊し、核の部分だけが残った。船によって建てられたと思われる別のピラミッドもあるが、これはエレファンタ島の遺跡で見つかった。 小さなピラミッドである。このピラミッドは墓ではなく寺院にも囲まれていない。その真の機能や宗教的な重要性についてはまだわかっていない。しかし、そのような小さなピラミッドは古王国の時代を通じて多数建設された。王のホルスナは今のところよくわかっていないが、1960年代後半にルーブル美術館は王のホルス名。 カーヘジェトが書かれたレリーフを購入した。文体的な理由から、レリーフは第三王朝のもので、おそらく船のものだろうと考えられた。ありがとうございます。